沖縄の食べ物第42弾フッチバージューシーということで、今日は今からフッチバージューシーを作りたいと思います。まずこれ米を2合炊きのようなので米2合をまず洗いました。フッチバージューシーついての説明は、ちょっと書いてますね。ちょっと待ってください。ちょっと見えませんので、そりゃな、フッチバージューシーについての説明が書いてありますけど麦は沖縄県の方言でフッチバーと呼ばれています。沖縄で昔から代表的な薬草として使われてきました。料理の香り付けだけでなく、最近では健康野菜、さまざまな料理に使われています。葉を使用した炊き込みご飯、ジューシーは、沖縄の食卓で親しまれている代表的な沖縄料理の一つです。ということです。はい。では、早速作っていきたいと思います。まず、開けてみたいと思います。これも、混ぜて炊くだけでいいみたいですね。よし。まあ、炊き込みご飯にはお決まりの銀杏水煮を、開けていきたいと思います。銀杏水煮を一緒に入れて切りたいと思います。ここで水加減は普通の2合分でいいんですかね。はいと、そうですね、ちょっと高かったらやらんで、ちょっとだけ多めにこれで、よく混ぜて炊くようですね。でよく混ぜたいと思います。なんか香りがめっちゃ美味しそうですこの緑色のやつがよもぎでしょうかね。よし、はい、でこれで炊き込みモードに
ここから炊き込みモード。よーし、で、あれ、炊いていきたいと思います。ここからじゃあ炊き上がるのを待ちたいと思います。それでは、試食シーンは後で。